どんな時でも華やかに麗しく美を追求しなくては。無理だよ。だって化粧の下の人物はとっくに死んでるから。さ、せっかく訪ねてくれたのにそんな暗い話やめて、もっと楽しいこと話そうよ。人斬りのこととかさ。そうそう、武蔵がどうしても試合に応じてくれなくて、でこの間武蔵に斬りかかったら、武蔵ったらさ。化粧してないとダメなんだ。だって化粧の下の人物はとっくに死んでるから。お宅、佐々木小次郎と付き合いがあるらしいね。彼めちゃくちゃ強いんだって。自慢だけど、おじさんの親父もめちゃくちゃ強いんだ。大きな岩なんかスパッて一刀両断しちゃうほど。お宅の知り合いの佐々木殿もそのくらいできるのかな。知らない？うん、できるよ。見てて。はあはあ、大したことないよ。岩でも何でもさ、切れる線が見えてくるじゃない。そこを切るだけ。刀にはよく切れる点があるから、それをちょうど切れる角度で入れてやればいいだけ。簡単でしょ。さあ、せっかく来てくれたんだし、お茶でも立てていっぱいいっぱいお話ししようよ。あの立ち筋はかの流派のものだね。九州一揆のあの若さま、やはり死んでなかったんだ。はあはあ、大したことないよ。岩でも何でもさ、切れる線が見えてくるじゃない。そこを切るだけ。今の天下に不満を持つ浪人は多い。若様さえ担ぎ出せれば乱を起こすことも可能だ。うん、それなのだが、どうやら若様は生きていて今は小次郎と名を変え。待て、外に何やら気配が。お話をせがんでるの？じゃしてあげる。ここに城があったって昔話。九州平定がなって、天下人は土着の豪族が邪魔だった。それで挑発して一揆を起こさせ排除したんだ。その豪族の中に若様って人がいたらしいよ。家来も一族も戦の中で皆殺しにされていく中、剣に優れたその若様って人は一人生き残っちゃった。で、討ち死を装い名と姿を変え、別の人生を歩み出した。でもその一揆で家を失った浪人たちは、その若様って人を担ぎ出して乱を起こそうとしてる。お上も乱を警戒して若様を処分しようとしてる。そんな架空のお話。もう僕は戦なんて嫌だ。何もかも失うだけだもの。僕は何もかも忘れて剣にだけ行きたいんだ。お話をせがんでるの？じゃしてあげる。ここに城があったって昔話。ね、聞いて。武蔵が僕と試合してくれるって。時期はまだまだ先になりそうだけど。そうだね、しがらみがだんだん迫ってきてる。乱を起こしたい人もお上も
僕に近づいてきてる。君と一緒だったら僕は剣がなくても生きられる。多分過去の後悔も何もかも忘れられる。素顔の僕に戻れるかも。ありがとう。武蔵との試合が終わったら二人っきりで逃げよう。うん、ここまで来られたのも君のおかげかも。本当にありがとう。終末の7秒前だが、まだ間に合う。未来はお前次第だ。